どうも億本でございます BCH、ビットコインキャッシュがね、こちら数日ずっと開けてて、何事かなと思いまして、もう何だかよく分かんなかったんだけども、ちょうど1日前ぐらいですよね、24時間前くらいだと思うんですけども、こちらどうやらビットコインキャッシュね、バン、えー、っと、まあ一部をね、消したっていうことです。 で要はキャベツがあ500個あってで98円で売られてたものが250個を消してう198円で売られてるようなもんなんですよ。で、希少価値が高まるっていうことはこ,こういうことなので、このせいでですね、価格が高騰してます。で、現状がもうとんでもなく上がってるんですよね。う 年末の30万とか35万っていう価値にはいかないんだけども、それでも、ビットコインキャッシュはね、ついちょっと前まで本当に5万円台とかあったんですよ。確か。間違いなかったと思うんだよね。5万円とか6万円とかね、そのぐらいの数字を叩いてたと思ってたんですけども、記憶があれかしらね、おかしいかしら、私の。えーっとね、 えー、これ何で見ればいいんだ ?BCH、えー、っと、びああ、ビットコインで見た方がいいのかな ?BCH と比較。これ何で見ればいいのかな円で見れないかなああ、見れないのかな、うん、ドルで見た方がいいのかなまあまあいいや。 あのー、とにかくこのビットコインキャッシュがめっちゃ上がってるってことで、でこれの上がってる、なんでかっていうね、でバーンされた希少価値、キャベツの話ですね、500個が250個になって、で98円で売られてたものが消したことによって倍,倍化になったってことですよ、198円になったって、まあ、理屈はそういうことです。うん あのトラクターでキャベツをねごちゃごちゃにすることによって出荷数を制限することによってその希少価値が高められる非常に分かりやすいと思いますキャベツを潰すっていうねそういう発想の仕方ですねで世界大最大規模のマイニングプールうんアントプールがビットコインキャッシュにおけるマイニング収益の一部をバーンしていることを公表しましたあアントプールを運営する ビットマインはマイニングプールを獲得,獲得した取引手数料のうち12%を自動的に売却、消却ですね。12%を消したってことですね。全体流通量を意図的に減らすことでビットコインキャッシュの売り圧力を減らし、希少価値を高めてます。ビットコインキャッシュのブロックチェーンは幅広く使用されているパブリックブロックチェーンへの転換点にあり、 改革的な例1つにオン,オンチェーンソーシャルネットワークのメモ、キャッシュ。これ、あの、何個か前にね、お話をしたと思うんですよね。メモっていうキャッシュ。これのことだと思うんですよね。ビットコインキャッシュが18年5月15日、ハードフォーク控えてますよね。で、最有効化された OP コード、コーツっていうのかな、と拡張された OP リターンの スペースを利用することでより多くのアプリケーションが使用可能になるとされていると。また、ブロックサイズの上限値を32メガバイトに拡大予定であることで、ネットワークの混雑がアプリの構築を妨げるリスクを減らす効果も期待できます。難しいですね。何メガバイトとか出ちゃってるね。うん でこれ本当にいい、まあ、私今、企んでいるのが所有保有しているビットコインキャッシュがビットクラブの方うに入っているのがあってでビットクラブの入っているのがあるのでななんだろうなハードフォークが起きる取引所に1回移そうかなと思っているんですよビットコインキャッシュをね。でハーードフォークが起き 起きた後からまたビットコインキャッシュをビットクラブの方に戻そうかなって企んでんだけどもどうしようかしらっていうねでどこの取引所がいい,いいのかしらっていうの、ね、ちょっとお,お伺いしたいなっていうところはあるんですけども自分でも当然ね調べるんですけどもうんだこの辺は知りたいですね。 まあまああの、うちうちで質問はします。こちらはね、うん、ビットクラブの LINE グループがあるんで、そちらの方に質問を投げたら、いい回答がね、来るんじゃないかなと。あるいはあ別のねグループに投げれば、いい回答が来るんじゃないかなと思いますので、まあこの辺はね、えー、聞いてみます。エコシステム成長のためにマイニングを獲得した取引手数料は BCH、エコシステムにおける重要な成長指標であり、一部のコストがバーンによって消費 質無効化されることで実質的 BCH ネットワーク全体の利益を押し上げられることにつながると考えられていますとまあまあいい話じゃないですか希少価値が持ってるだけでね高まったってことです12%消されたってことですね非常にいいことですねでこれが起きたことによってビットコインキャッシュの値段がとんでもなく上がってるんですよねうんとんでもないですよこれ 7日間対比でね85、85%よ。恐ろしいっすよ。もう既存の通貨ですからね、ビットコインキャッシュなんて。まあ、王道じゃないですかね。うん、有名だしね。うん。っていうところで、まあ、この辺の動きですよね。で、まあまあ、あの、私がずっと気にしてる、ビットコインに、まあ、兄弟っていうか、ビットコイン一家っていうのかな。ビットコインプラチナムだとかね。これもすごいよ。 7日でね、126%上がってますからね。うん。で、他にも、ビットコインゴールドが7日で46%上がってたりとか、あーまあまあ、えっと、もう一個、ダイヤかな、あのはあ。ダイヤ、これはそうかな。ビットコインダイヤなんかは7日間で57%上がってるんですよ。非常に上がり率が高いと。で、ランキング、まあ、50位以内に収まってるってとこですね。全部、今言った。 ビットコイン兄弟兄弟ビットコイン一家、うん、がずっと収まってるってとこなんで、本当にここね、ちょっとやっぱ注目しておいてもいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ、線図ってのが上がってきてますよね、これね。えー、セントラリティ、これ、だいぶね、あの、まあ一回下がって、あでもね、こうでもねってあったんだけども、結局上がってきてる。い,あいやー、すげえな。これ、これはすごい。これ気持ちいいな。 これ気持ちいいよ。えっ、ー、と、見てみようかな。ああ、まあ、1セントラリティが今52.883円なんですよ。88、88銭、えー、ですね。52円と88銭っていう値段でめっちゃ上がってたね。いやー、こういうの買っとけ、買っとかないとだよね。本当に。セントラリティはもともとね、 えーまあ、有名というかあち、ね、これ買っといた方がいい,い,いんじゃねえかなっていう、そういうものだったんですけども、ああ、いいね。うん、まあ、1000、うん、セントラリティでも今、5万2000、まあ、そのままなんで、かけて1000なんでね、うん、5ん2000円ぐらいなんでね、まあ、どうなのかしらって、まあ、私、これを買うんであれば、エイダを買いますよね。 ちょっと今からだと遅いのかなっていうところはある。これをもし試験を入れるんであればね。うん。だエイダはまだ今からもう取引所も増えるし、いまあ、ダイダロスも実装されるしい、まあまあね、まだまだ面白みがあるところなんで、まあ年末までどうなのっていうね、ところですよね。まあ本当に。 500円、600円いけばいいのかなっていうところを見てんだけども、まあ、500円、600円いったらもう、私はひょっとしたら手放しちゃうかもしれないですね。ダイダロスのステーキングを待たずして、えー、手放しちゃうかもしれない。うん。で、まあ、資金を移しますよ。うん。株の方にね。アパートもワンルームかなんか、都内でね、一つ。 まあ都内であればワンルーム1つ、500万、600万ぐらいだと思うんで、江東区だとか、あの辺ね、人がどんどん増えていくだろうと、人がもう減らないよっていうね、首都圏の本当に今からもまあオリンピックまでは上がるだろうけど、オリンピック以降のことを考えてますからね、オリンピック以降のことを考えてえ見てますけども、そういったところに資金を移してもいいのかなと思いますよねもう1回上げて懲りたからね。 で、まあまあこれ、これはこれでいいです。BCH はそういうことで、えー、まあ本当に、バーンうーん、貴重価値が高まった。12%を焼却されたってことですね。っていうところです。あと、コインエクスチェンジがかっこよくなった。ね、フォーマット変わりましたんで、覗いてみてください、これ、えー。フォーマット変わりましたよ。あと、ビットレックスの方が、あまたね、えー、変わるのかなっていうところです。うんなんかね、えー、っと、 まあ今エラーが出るんですよ。うん。エラーが出ちゃうんで、うん。まあ、この辺はビットレックスまた変わるかもなので、えー、様子,様子を見てみてください。うん。きっとまたかっこよくなるんじゃないかなと思う。略したらそんな感じなんですよ。あと、他、これ、あの、ギャグ程度に受けてほしいんですけども、ポケモン GO のエアドロップってのがあるんですよ。 で、これ、私の YouTube のリンクに貼ってあって、えー、前の動画ですね、三菱 UFJ が無人レジと顔認証により暗号通貨の試合化っていうね、そういう単語で並べたんだけども、うん。で、まあまあ、そこのコメント、この方ね、コメントっていうかあ、入れてくださる方なんですよ。前からちょいちょいね、えー、入れてくださる方で、まあまあ、 その方があー入れてくれてるんで、で気になられた方は UFJ が無人レジ、まあ、ここのお動画まで来ていただいて見てみてください。これはさすがにね、えー、広めるとかっていうのは、 うんできないでもしこのエアドロップなんですけど、ポケモン g o のね、エアドロップってものがあるようなんですけども、これね、もしかしたら詐欺かもしれないんで、当然マイ e s ウォレットってものは別のものを作るし、でステアードで使用するし、もし SNS とくっつけるんであれば、Facebook の自分の Facebook とか Twitter では絶対くっつけないし、Telegram も 本体のねテレグラムのアカウントを持たれてる方はテレグラムの本体のアカウントでは絶対つなげないでください。 うん、でそれをそれを承知でつなげるんでしたら構わないんだけどもでそれをつなげることによって、えー、本当のね、えー、本若のねマイサボレットが侵されるとかね、えー、Facebook が侵されるとかあそ,れその Facebook のアカウントをそれが入ったことによってまた作り直さなきゃいけないとかねそんな風になるようでしたらあ別のね Facebook のアカウントを作ってとかね、必要であればね、やってないから何が必要かっていうのは分かんないんだけども、そのぐらいの、がっちりね、そこは動いてください。で、これまあ、まあ投資絡みなんで余談ではないんですけども、とね、え、ー まあ、あるね、えーまあ、まあ有名ですよ、うん、株で有名でファンドマネージャーもやられた方なんですけども、その方が本を出されたんですよ。で、20銘柄で株でね、えー、もうこれ、暗号通貨にも通じる話だからするんですけども、うん、20銘柄で株を、うん、固めなさいって、で、業種はいろいろ、ゲームだとか、建設だとか、機械だとか、まあ、小松だとかあ、なんだ、カニ、クラブだとか。 あと、まあ、カラオケや、まあ、シラックスだとか、あ福江だったら青木だとか、あとは不動産系で三井物産とあれば、あれかあこ、鉱山っていうか資源系かあ、まあいいや、三井物産だとか、あと、何だろうな、なんかまあとにかく、その銘柄もね、二十銘柄ガラ、太くな、なんていうのかな、一、ね、個の お仕事業種で何個もじゃなくて本当に今みたいにカラオケ屋があって服屋があって何、えー、だろうなあ資源屋があってっていうのそういうのを全部まとめて、えー、まとめてっていうか一個一個取って何、えー、だろうなうーん分散してねで、まあ、や,やってくださいみたいなそういう本を出されたんですよ。本人に実際会われて あってね私あってそういう話聞いたことあるんですよ。銘柄を選ぶ時にどうやったらいいですかって誰かが質問してたんですよ。で興味深いからそれは話聞いたんだけどもおだからそういうことを言ってたんですよね。だからあ建築関連で1個機械関連で1個カラオケ屋で1個。 お今であればんだろうなコインチェックとマネックスみたいなねマネックスみたいに証券会社で1個とかねそうやってあちこちあちこち取るんですよで、まあ、船,船屋さんでもいいですよ船屋さんでもいいしいい、まあ、ん東電とかもいいしそういうのを全部1個1個取ってでうふと何ていうのとにかくそのバラバラにいい20銘柄買いなさいっていう。 で,気にしてで、その、それで自分のポートフォリオを組みなさいっていう、う言ってた方がね、本を出されたんだけども、その本を出された中でね、ツイッターを見るなっていう話をされてたようです。う実際、私、その本を購入してもないから、なんとも言えないんですけども、ツイッターで株赤の方がそういうことを言ってたんで、これはおそらくうー、要は影響されちゃうからなんですよ。うん。 で、これね、あのー、えー、っとね、こういう話を以前したと思うんですけども、えー、っとね、ごめんなさいね、<laughs> 引き伸ばしちゃって。で、えー、っと、よし、ちょっと待ってくださいよ。ほんとここね、ここだけ痛い。ここだけで。あれー あのー、自分で責任を持てるね、えー、情報だけ取りなさいみたいなそういうことをツイートをしたんだけども今現状見つからないで、えー、と今言ったことなんですよでうんと自分で何て言うのかな自分の人生に責任取れる情報だけあこれこれ自分の人生に責任を取れる声だけ取るっていうね これが非常に大事なので、そのおー、まあ、B コミさんがね本を出された中で、そのお話をしたんだけども、ももうあの20メガでね、で、それでツイッターの情報を取ら,取らない方がいいよっていう話をおされてたようなんですけども、で私はその言葉を受けて、ですよ自分の人生に責任を取れる声だけ取るっていう、その認識で情報を拾ってくださいと。で今、情報過多なんで、えー、下手に情報は本当は拾わない方がいいんです。 暗号通貨であっても株であっても地道にこう拾ってた方がいいです。暗号通貨であればそのが広がるからでも拾いすぎちゃってるんだと思うんですよ皆様ね、うん。だからエイダだったらエイダで本当にそれこそ買ってダイダロースボーレットに入れときゃいいしで本当に押したところを買い増し買い増しぐらいで一つの通貨を買ってっても おまあ、あとは、主要なね、ビットコイン、ビットコインキャッシュあたりとかね、リップルが好きであれば、リップルでもいいと思うし、で、その押し目をね、えー、買っていくと、とにかく買い増し買い増しで、で、面白いトリグだとかね、えー、トリグもダイダロスみたいな感じで、専用ウォレットに入れとくと、ステーキングみたいなのがあるんでね、だどんどん増えていくよっていうね、そういうのがあるので、えー、トリグの場合は、エイダよりね、利率が確か、あ、こう、 まあ、昔公表されたもんで言うと高いんですよすごく。うん、で、えー、そういうものを取ってくだけぐらいがいいんですよ。で自分の生活に支障を来すようになってしまうと,お時,間と時間ばっかり取られてしまうんで。 えー、私がこうやって配信をしてるっていうところがあるので、えー、その時間を取られることに対しての何ていうのかななんてことはないんだけど好きでやってることだからで好きであれば何ともないんだけども投資っていう部分で自分の未来を明るくするために、うん、ポジションを増やすとかポジションを取るんであれば本当に Twitter を見ないぐらいの感じの方がおそらくいいんじゃないかなと思うんですよ。 うん、情報発信をすするんであれば構わないいと思います見た方がむしろ情報の精査だったりとか比べてみたりとかあっていうのができるので、うん、いいとは思うんだけども情報が多すすぎんですよ正直みんなあ、まあ、ダイダロスにしても同じような情報っていっぱいあふれてるじゃないですか。で一個一個見てたら、あのー、時間っていくらあっても足りないんですよ。で 私の、本当、うーまあ、暗号使いやろうよって誘った方ね、一番最初に誘った方があ,あんまりそういう話しないんだけども、今日ツイッターの話をしたら、情報を、いや、私、1個しかフォロー、フォローはいっぱいしてるけどお、ほとんどミュートにしてますよって。で、1個だけミュートにしてないアカウントあるけどっていう話をされてましたけど、それでいいと思うんですよ。絶対影響されてますから、ね、されちゃいますからね。うん で本人としてはあその発信をしている本人ですよフォローをしてる自分がフォローした方あっていうのは総合フォローとかでもそうですよ総合、あのー、フォローするのは構わないと思うしでフォローバックしてもらうのは構わないと思うんだけどもそれを真に受けて総合フォローだからって言って律儀にその人の情報をずっと取り続けてると情報過多になってしまって自分の頭の遊びがなくなるんですよ。 あ一方ちょうどね2分前にそういう話をしたと思うんだけども遊びってすんごい大事なんですよ自分の頭これ余談も噛んでますけどね、うん、遊びってすんごい大事であのその遊びを持たす、うん、さなきゃいけないんですようんだから極端な話本当にいやオラ知らねえらぐらいな感じでいた方がいい だって私バカだもんみたいな感じの頭の感覚でいた方がものって入ってくんですよ。ほら死なれ死なれよっていう感じの。うん、でそれがいやバカにしてるとかバカにしてないとかじゃなくてそれぐらいのね、うん、軽く構えとかないと情報が今めっちゃ多いんですよ。うん、昔にこんな話をよくしたんですよ。 江戸時代の1年365日の,1日,の1日,の36日の情報が1日に入ってくる。でも、この1日に入ってくる、江戸時代の365日の情報が1日で入ってくるって言ったのはあ、一番最初に情報を仕入れたのはもう3年ぐらい前ですよ。もっと前かもしれない。3年、5年ぐらい前の情報。ってことは、 おそらくもっと多くなってるんですよ。Twitter のーフォロワー数、あるいは Twitter、LINE アット、YouTube、LINE、ね、Facebook、SNS だけで見ても他にもありますよね。Discord っていうのもあったりとか、Telegram っていうのもあったりとか、SNS だけ見てもですよ。それだけあるんですよ。あとは、 アメ,アメーバとかな、なんかあの、本当映像系もめっちゃ無料で見れるの増えたじゃないですか。うん。あの、サイバーネットだったっけえっ、ー、と、アメーバのね、えー、アメーバ TV のとこ、ああいうところとか、本当無料でね、見れるのが10チャンネル以上あるんですよ。12、3、十二三かな無料で見れて、うん。アニメをやってんのが何チャンネル ?3、4チャンネル。 24時間ずっとやってるチャンネルがあるんですよね。3、4チャンネル。うん、で、ニュースをやってるのが、あ使い回しもう神なんだけども、1チャンネルあって、格闘系があったりとか、アメーバだけではそれだけあるんですよ。あと、他にも Twitter。あと、ゲーム系も、スマホでゲームできるのもいっぱいあるでしょ。パズドラ、モンスト、まあ、ポケモン GO もそうだし、で、1ゲーで言えば、駅を回るやつもそうだし、情報ってそれだけ多いんですよ。 で他にもスマホを横にしてやるゲームもあるし、いっぱい。で、ドラクエなんかもあるし、ツムツムなんかもずっとね、えーまあ、あのゲームのランキングを拾ってますけども、また1桁台に1回上がりましたもんねうん今日おとえ。今日、昨日かな、日付変わってるんで、昨日ね、うんうん、ツムツムのまた順位がね。 んだろうあれ収益なのかダウンロードの個数なのかよく分かんないんだけどもつむつむが上がってますよねでおそらくあのつむつむが上がったっていうのは考えられるのは4月になって大学生になりました高校になりましたそれによって携帯をねスマホを親が持たせるあるいはバイト代を払いながら自分で管理 してる学生,学生さんとかあるいは社会人が新規で親にずっとスマホ代払ってもらってたけど今度こそ自分のおなんて言う支払いでスマホを持つでそういうタイプ,タイプその人たちが増えることによって詰む詰むっていうね何、えー、て言うのかな単純なあの何て言うのかな テトリスとは違うんだけども、なんかごじょ,ごじょっとしたね、えー、ミッキーマスのちっち,ゃちっちゃいやつとか、ドナルドのちっちゃいやつが落っこってくるんですよ、ぐじゅぐじゅぐじゅって。で、それを3つ以上だったかな。3つ以上並べると消えるんですよ。で、その3つ以上並べたのを消すと、そのブロックが上から下にずれるじゃないですか。で、ずれたものがまたその3つ以上並んでるとまた消えてくんです。確かそんなやつだと思うんです。数年前にやったことあるんですけど、で、あれが上がってきたってのをそらく考えられるのはそこなんですよ。 うん、で、情報だけで見ても、今ゲームの情報をちょこっと言ったり、SNS のことをちょこっと言ったり、テレビのアメーバーあー、TV を見たことにとってちょこっと言ったり、YouTube もしっかりですよね。これだけの情報があるんですよ。だから、おそらく365日が1日では足りないでしょうと。もっとだと思うんですよ。500日とか600日、倍ぐらいになってんじゃないですかね、情報量って、多分うん。だから、 あのー、情報を遮断するツイッターをフォローをフォローしっぱなしでいいと思うんだけどもしっかりと、うん、これこの人はちょっと多いなと思ったら、うん、す,かすかさずっていうかね、えー、ちょいと12秒考えてミュートにするっていうのを癖づけをしてったらいいんじゃないかなと、うん、いいものはいいと思うし後からあミュートを解除すればいいんですよ、ねうん、だと思うんですよね。 うん、誰々さんがいいねしましたって言うと出るじゃないですかツイッターってうーん同じフォロワーっていうかフォローしてる人がいいねすると上に上がるでしょだからその回数が多ければ多いほどあれ私これフォローをミュートにしちゃったけどフォローしっぱなしでミュートにしちゃったんだけどちょっとミュート切ってみようかなって言ってミ,ミュートを切ってみればいいですよ少しの間でミュートを切ってみてああ大丈夫だわって思えばそのまんまあやっぱり多いわって言えば この人の情報と私の今欲しい情報はちょっと違うかなと思えばミュートにすればいいしそういうことをやりながら自分に合ったねツイッターの形っていうんですかニュースフィードっていうのかなを構築していけばいいんじゃないかなと思うんですよだからあのその B コミさんが言ってるね情報が多いからっていうことなんですよ多いいからっていうことを 言ってるんですよおそらくね情報が結局そこに流されちゃうし見たものは影響されちゃうからであればもうツイッターってそのものを見ない方がいいよっていうのを言いたいんだと思うんですよね読んでないからまだ読んであのそのうち買,買って読むとは思うんですけどもまだ今現状を見てないので何とも言えないんですけどもおそらくそういうことが書かれてるんじゃないかなと思うんですよ、うん、ツイッターは見ない方がいいっていうのは情報が多いと。 うん、で情報流されちゃうでしょと、うん、必要な情報であれば取ればいいけどおそれ全部取るのは多いんじゃないかなっていうそういう,う文言で構築された文がね出来上がってるんだと思うんだけどもおーだからうーここのねツイッターを見なきゃいいっていうのはまんざら嘘ではないと思うし影響されちゃうからね私も経験上ねできればあ見ない方がいいのかなっていう時はあります。 うん、だからみんな好き勝手喋るからね、うん、コメントするから情報を得た情報っていうのはアウトプットしないとあ自分のが自分でなくなるんですよやっぱり、えー、情報入れた分を出さないと、うん、だって食べたもの排出するでしょ 飲んだものを排出するででしょでそれをしないとやっぱり人間が生物が生物でいられなくなるし精神が不安定になるっていうのも十分考えられるし実際不安定になるしね情報がずーっとこうインだけしてくるとねうわーってなりますようわーってなるからちゃんとアウトをしなきゃいけないですこれは文字でアウトをしたりとかあるいは声に出してカラオケに行ってとか発散っていうのはしっかりしなきゃいけないんですよ 発散っていう排出ですね、うん、得た分を出す得た分を出すっていうのは随時やらないとだって便秘になってたらお腹痛くなるでしょ、うん、だからちゃんとああいう場合は便秘な場合はあ少しこう腹筋をして、えー、こうお腹を刺激してやるとかあーヨーグルトを食べ続けるとかあバナナを1日ねサーモンとか毎日食べ続けると便通ってよくなるんでね でそういうことを言って自分であったね、えー、その便秘の解消の仕方っての、えー、発散の仕方ってのをしかないとだいぶ辛くなると思うんでうん、でそこの共有ですねっていうところで切りたいと思いますはいそれではね素敵なコインライフをお送りください